はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッチ製造工場へようこそ。工場長のりです。さあ本日なんですが、皆さん手札誘発についてどのように皆さんお考えでしょうか。まあ手札誘発、まあ良し悪しあると思いますしね。あの現代遊戯王において、まあないと勝てないっていうのもあると思うんですけども、最近ねやっぱね、そのなんか先行強いデッキちょっと多すぎて、なんか後手の勝率マジ悪いんですよ。あの俺だけかもしれないけど。でね、ちょっとなんか後手勝てるようにするのってこれどうしたらいいのかなって思ったんですけど、結局後手勝つ方法ってまあ主には2種類だと思ってて、手札誘発めっちゃ入れるか、まくり札めっちゃ入れるか、どっちかなんですよね。拮抗勝負とか超融合みたいなまくり札入れるか、手札誘発をめっちゃ入れるか。で今回だいぶふざけてはいるんですけど、手札誘発を20枚投入してきました。これそのこんだけ入れると、ちなみに、だいたいね、所定に2、3枚は手札誘発来るんですけど、確率的にね。これ、手札誘発をたくさん入れられるデッキの条件って、まあ、いくつかあるんですけど、やっぱ一番でかいのはまずね、1枚初動があることなんですよね。で、1枚初動があって、かつ、メインデッキのスロットがかなり空いてるデッキが、やっぱ一番手札誘発を入れやすいデッキ。超獣武者とか、あと今回ちょっと持ってきたんですけど、12獅子とかですね。これって、手札誘発めちゃくちゃいっぱい入れることができるんですよ。で今回1枚初動が何枚入ってるかというと、123、これ1枚初動なんでね、これこっから展開できるんですよ。123、456789、101112131415と、一応1枚初動が15枚入ってまして、でさらにまああとはそのまくり札とかそのドローソースとかなんかコンボパーツがちょっとだけ入ってて、あとは全部誘発という、まあ、非常にシンプルなね、デッキとなってます。これちょっと使ってみたんですけど、ちょっとね、結構ね、ふざけて作ったんですけどね、強かったです。割と。後手もそこそこ勝てるしね、後手やっぱ12獅子って結構、あの、アーゼウス、多素材アーゼウスは行きやすいんで強いですし、誘発こんだけ投げればね、結構相手止まってくれるしね。まあ、あの、強い展開すると、まあ、未来竜王とかも立てられるしね、あと、まあ、あの、ドラシア3体とかも出るんでね。なんで、まあ、この辺で普通に相手の場面まくっていきつつ、手札誘発でも止められるし、まあ、先行で引いても手札誘発使えるカードがいっぱいあるからね。というところで、今回はこの、デッキの中が半分手札誘発という、あまりにも、あの、イカれたデッキ、これ分回していきたいと思います。まあ、さすがにちょっと、墓穴くらいはね、あの、入れてもいいかもしれないんで、もうちょっと減らしてもいいとは思うんですけど、被ったりするからね。あの、うららずいとか被っても関係ない、あの、使えなかったりするからさ、そういうのあるんだけど、まあ、お好みでちょっとカスタムして使っていただければと。12シス好きな方はぜひ、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、ベイゴマックスくんが来てんのは非常にでかいですね、これ。まあ、とりあえずベイゴマックスの効果を起動しに行くのが、まあ、やっぱ挨拶みたいなのがある、この環境の。やばい、ちょっとあとはニビルだな。これちなみにね、ニビル、あの、食らうまでに未来リオ着地できないんだよね、このデッキ。だミニビルはちなみに食らいます、普通に。この一挙弱点はね、ニビル受けが悪いってところなんでね。ああ、まあ、しょうがないんだけど、結構、しかもリソース、エクストラデッキのリソースかなり使っちゃうんで、1枚初動はメインデッキにいっぱいあって、メインデッキのゴミが少ない分、エクストラデッキの、まあ、リソースをかなりいっぱい使うからっていう話はあるね。で、まあ、とりあえずこれ、一旦ラムかな。まあ、ラムちゃん出して、あんまりそうはそうはしないでって。で、一旦アーマードしまして、サーチ入れましょう。エクシーズアーマーフォートレス、いくつ消化して効果を発動。さあ、2枚のカードをサーチングしながら、フルアーマードエクシーズと、あ、こちらに、これはメインデッキに入るゴミだわ、一応。まあ、ゴミっていうか、まあ、ゴミっていう言い方よくないかもしれないけど、まあ、あの、要は、すべきあんましたくないカードのことを、まあ、一応ゴミと言うじゃないですか、遊戯王用語では。それです。で、サラブレード効果、バイパー捨てて、ワンドゥルー。あー、いいね。悪くないね。割と。うん。悪くないだろうだね、これね。あで、一旦ドランシアを出しまして、で、ドランシアちゃんの効果結構強くてですね、あれなんですよね。フィードのカード破壊、表から表紙のカード破壊できるじゃないですか。これ自分破壊するっていうね、動きが結構強くって、ドライカーの効果を起動しまして、ラム切ってラム蘇生します。でライカで蘇生した
あの十二獅子モンスターってあれなんですよ。エクシスタにできないんですよ。だけどこれラムを爆破してラムの効果で出てこさせるとこれこいつが素材になるっていう話あるんですよね。サラブレードでいいか、サラブレード特殊召喚、はい、でサラブレード効果もう一回使えるのか。あでも開局は置いといた方がいいな。で一旦タイグリス出しまして、はい、でタイグリス効果でこうして、あこれあれか、ラムさっき開局で破壊すればよかったかもな。そしたらもう一体出るのか。まあちょっといいや、未来利用出ます、未来利用出ます、で竜王もう一発出ます。まあ拮抗勝負とか打たれるかもしれないもんな、正直拮抗勝負にはちなみに耐性何もないので、はい、まあ、めっちゃ食らうんですけど、開局でもう一枚ドランシア出すのを、あちなみにありだね、この手札だったら。あまあちょっと次のターンのリソースということでちょっと構えておきますけど、これさっきあれだね、ちょあれだわ、多分ラムを開局で破壊したいんだ多分。まあ、ちょっととりあえず G 発動します。 G 発動し、あー裏側ありますか、 OK です。未来竜王はちょっと一回温存でいきますかね、一旦温存でいいでしょう。 G は取らないので、まあ、裏側は打たせることに成功。まあ裏側あんま食らないんだけど、この手札ではガゼル、あーそういうことか、なるほどね。ガゼルこれパクっちゃった方がいいかな。ガゼル素材、獣族素材にされるのうっとうしいもんね。でこれもし合成獣融合って言ってきたらドランシア破壊するわ。ガーディアンキマイラがちょっと出てきちゃうとちょっとめんどいんで、さすがに妨害めちゃくちゃいるからね。あ速攻魔法なのか、なんかなんだろうな、なんか速攻魔法ある気がするね。合成獣融合あったらでも打ちそうな気がしないでもないけどな。まあとりあえずガゼルはパクることに成功。あ開幕か、なるほど開幕ね。さあ開幕の効果起動、エッチンプチェーンコスト、いや強いね、エッチンプチェーンコスト、アルベルで、アルベル効果楽園融合サーチは OK です。あー OKOKOK、 まあいいでしょう、いいでしょう。でアルベルの効果で楽園融合持ってこられ、あ赤の楽園か、赤の楽園持ってこられてエッチンプチェーンで、ってことは楽園融合あるってことか手札に、ってことだよな。持って入ってないわけないから、あ多分赤の楽園、楽園融合、あそうだよね、あそうだね、まあ、ここはうらら打ちます。赤の楽園、まあ今は大丈夫か、まあ、うらら打ちます。で楽園融合は通りませんでした。でパッチワークか、パッチワークってことは、あと1枚だけ、赤の楽園と X か、まだわかんねえか、デストイパッチワーク、エッジンプチェーン、はい了解です。もう1枚がわかんねえのか、もう1枚がわかんねえ。ちょ結構ちなみにね、あ融合きた、これドランシアで相手のここ破壊するしかねえな。これ破壊して、ガーディアンキマイラだけ一応出させないようにするわ。ガーディアンキマイラ出させない問題で、こうすると多分なんかよくわかんないモンスターしか出せないと思うんだよね。ガゼルエッチンプチ、あーでも幻獣置き場出てくるのか、いや強いな、なるほど。でガゼル効果、キマイラ効果、うわーこれコアトルで対象取れなくなるのか、うわーやべえ、これマジでこれダブルドランシアしとけよかったマジで、ちょっとミスったわ。フルアーマードエクシーズ効果起動、フルアーマードダークナイトランサー出します。でパクるかどうかですよね、あとはキマイラを。でもこれ赤の楽園やんのか、
これ赤の楽園で回収されるのはスタペリアになれんのか、ちょだれーなどうすっかなこれ。赤の楽園あんのか、これ今装備してパクっても、チェーン赤の楽園って言われるとスタペリアは出てきちゃいますね。いやどうすっかなこれ。いやまあとりあえずちょっと一回スルーするしかねえな。で、コーンフィールドコアトルはいいわ。コーンフィールドコアトルは OK です。でコーンフィールドコアトル効果発動しまして、手札に加えられるのが合成樹融合のカード名が記されたモンスターが手札に加わっていく。はい、やばいですね、これ非常にやばいですねこの状況。ワンチャンこれ返されそうになってますねこれね。赤の楽園、いやーまあ今ここ装備したところで感があるか、あんま関係ないもんなこれ。でアレベル回収される、アレベルと幻獣王キマイラで融合されて、出て、いやでも大スタペリア程度であれば大丈夫なんじゃないのこれ。別に出てきたところでまあ言うてね、そのガゼルとかなんかドランシアがぶち殺されるだけだよね。え、あやばい、うわそれできんのか、やばいやばい、ちょっと忘れてた、やばいやばいやばい、それできんのか、やっべ、うわ忘れてた完全に、うわそれやばい、それはあか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 。まあでも相手もこれあれだな、あの未来竜王は突破できないか、破壊されないから未来竜王が戦闘効果では。いやまあ多分これ普通にドランシアとかぶち殺されるか、ああそっちか、あ、まあ、そっちか、確かに、やばい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 、普通にやばい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 ぞ、完全に頭から抜け落ちていた。そうか、赤の楽園ガーディアンキマラも出せるから確かにな、やべえ終わってる。うわーこれ結構やばい、これダブル、マジでダブルドランシアあったな、真面目にダブルドランシア皆さんしましょう、皆さんは絶対に、はい、なんか温存とかなんか拮抗勝負がうんたらかんたらとかいう言い訳してないで、マジで本当ダブルドランシアしてください。あーあ2枚ドローか、なるほど、あ確かに融合しか出せないからあれか、あの未来リオパクってリンクとかできないか。2枚ドローやば、ちょっと待って、2枚ドローでこれワンチャン掴もうとしてきてるじゃんこれ相手、やばい、それ何それ、合成重融合ですかそれは。あーアーマードエクシーズ、いやまあでもアーマードエクシーズはまあいいか、アーマードエクシーズはまあいいや、ドロー、ただ俺がうわ、いやいらねえ、さっき来いや、ガーディアンキマイラどうやってしょんのこれ、ガーディアンキマイラ処理する方法無理すぎん、このデッキ何これ、どうすればええの、ちょっとマジでわからん。ちょっと 12C の開局発動します。開局の効果を起動しまして、もうちょっとガゼルとかいらないから、これガゼル破壊するか、ちょっといらねえわこれ邪魔だわ、はい、でこれ破壊します。でデッキからまあ何出してもあんま変わんないんですけど、サラブレード出します、ライカを出しまして、でライカ効果起動します、サラブレード切りまして、ですね、ちょ時間ねえって、時間ないって、これ素材できないんだよな、これあれか、ラムを、わかったわかったわかった、ちょっとなんか分かった気がする、ラム蘇生するんだろう。でこれ一旦ドランシア行って、これもう立てていいわ、ドランシア行って、でドランシア効果起動して、ラム破壊しましょう。でラム破壊すると自分の墓地から 12cc 特殊召喚できるから、ここでバイパー蘇生して OK で、もう使わねえから、これワイルドボーでいいか、ワイルドボーを出しといて、で、これ下敷きを用意しとかないといけないから、これタイグリス出すしかないじゃないですか。で、タイグリスの効果でバイパーを切んないようにしないといけないから、これこうして、こうだろ？やばいぞ、時間マジでないぞ。ちょ、マジで急げ。ちょ、ガチで、やばいやばい。こうして、で、バトルフィーズ。さあタイグリスがぶん投げるときバイパーの効果で、ダメージステップ終了時で、なんかゲームから除外して、よし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 、オッケー、死んだけど、普通に死んだわ、死んだけどね、
俺のタイグリスは。ちなみにエクストラデッキのリソースもないけどね。メインズ、ちょっと時間ない。エンドフェイズ、ちょこれでなんとかなってくれ、頼む頼む、なんとかなれ、なんとかなれか、あとは未来にいようか、頑張ってくれるはずだ、頼む、耐えろ、よーし、危ない。ちょ連動足りてないさすぎるな、デッキの連動足りてなすぎるわ。ちょっといろいろね、問題が発生してます。もうちょっと皆さん練習してから使いましょう。一旦12周の開局打たないと多分合同で飛んじゃうから、開局で爆破して、電卓どっちこれ、サラブレード、サラブレード&開局効果、下敷きになる効果ゴードンで2枚ドローを、これ毎回うるせえな、このなんかフルアーマードエクシーズのあのトラップカード、装備 したら打点上がりますけどどうしますみたいなこと言ってくんだけど、まあでも装備してもいいか、今のあのこのドランシアの打点低いからな。でドランシアにこうしてオッケー、でこうダブルドランシアで相手のバトルフェーズになんか出てきても大丈夫と。あ、オッケー、危ねえ、おい。いやー、ギリギリだー。もうちょい強いと思う、普通に使ったら、このデッキ。はい、どうも、皆さん。編集中の龍です。ちょっと2戦目なんですけども、なんかその、編集してたら、なんかすげえ長えなってなりまして、ちょっと後付けで、ボイスを、声を入れていこうかなというふうに思っております。2倍速でお届けする、予定でございますので、ちょっとご了承いただければなというふうに思っております。スネークアイエクセルの効果を起動されましたので、無限包容の効果を発動し、エクセルの効果は無効。まあ結局なんかディアベルスターとかじゃなくてエクセルに、ね、無限包容を打った方がなんか貫通されにくいかなと思っていつもエクセルには打ってるんですけども。でかがり火の効果を起動しまして、ポプルスをサーチされ、ポプルスの効果が起動されて特殊召喚されていく。なんかさ、スネークアイってマジでさ、なんかどこに打っていいかわかんないんだけどさ、いまいちまだやっぱエクセルに打つのが正解なんかな、無効系は。やっぱりね、永続無効とかであればね、結構ね、なんかディアベルスターとかはまあ多分あんま打たない方がいいよなっていう話があって、まあ、なんかエクセル打っても貫通されることあんだよねなんか あの相手のなんかハンド強すぎて、エクセルに無限攻撃を打ったけど、なんかかがり火でポプルス出てきて、で何あのエクセル素引きしてきて、なんか2体目召喚みたいな動きしてくることあるからさ。で、まあ、エクセルの効果、謎にこれ効果使ってくる。これなんかね、ランクマの友達結構よくあるんだけど、あのエクセルの無力化したエクセルのなんかその効果とか結構使ってくんだよね。なんか、あ、いや、2ビリ打てるらしいわ。2ビリ打てるらしいなという話がありまして、まあ、ただ、リンクリボーに2ビリ打つのどうなんてなってるんで、私、さすがにかなと思って、リンクリボーには打ちませんでした。で、サラブレード持ってきまして、でサラブレードでラムを切って、ドローに変えていこうかなという話で、うらら引きました、強いです。でこのね、伏せカードがね、多分ね、無限法要なんじゃないかなと俺は思ってたんですよね。で無限法要だったとするのであれば、なんか結局どんなモンスター出しても無効にされちゃうんですよ、未来竜王もドランシアも全部ね。だからもうしょうがねえから、もうこのターンでこの後ろの無限紅葉だと思ってるカードを使わせようと、思って、ワイルド棒でまずぶん殴っていきます。とりあえず。で、リンクリボーの効果使われました。OK です。で、ワイルド棒でぶん殴っていって、で、あとはワイルド棒の上にめっちゃ重ねてアーゼウスを出して無限紅葉を打たれても OK だから、次のターンにはアーゼウス多数台で残ってるみたいな状態にしとこうと、いう作戦でした。まあね、相手の伏せカード完全に読める人だったら、なんか良かったんだろうけど、なんか分かんなかったからとりあえずっていう話で、ドランシアで出して、あとはひたすら重ねていくだけっすね。重ね重ね重ねの動きで、何素材、6素材かな、6素材アーゼウスが一応エクストラのデッキの都合上一応できるんで、まあ、6素材アーゼウスにしておくと、効果一応3回使うじゃないですか。3回使えると、まあ無限保養一発くらい打たれてもなんとかなるんですよね。はい、なんで、OK、かかってこいよっつって、で、まあ、多分無限保養だと思っているカードを、墓地に送らせたいなというところで、で、お相手し迷ってますね、これね。はい、で、抹殺でした、はい、完全にミスりました。
チェーンでね、なんか伏せカード読める方は多分これあの未来竜王ドランシアとかにできてると思います。私は完全に読み間違えて無限ホヤと思ってたのでこうなっちゃいました。抹殺の指名者1枚にめちゃくちゃビビってね、アーゼウスをすでにここで使ってしまいましたが、まあでも言うて強いですけどね、あのアーゼウスいりゃ言うてと思ったらこれよ。と思ったらこれですわ。と思ったらこれですわ。いやーこれ下手くそだったな。で現在法でサーチされるとちょっとやばいので、もうここに打っちゃいました。もう手札2枚なんで、まあさすがにエクセルすべきねえだろうと思って、まあすべきしてても無限保養一応あるしねというところで、まあ打ちましたと。でそしたら相手ポプルス普通にすべいてポプルスが出てきましたよ、やばいです。でポップポップポプルスの効果発動されまして、邪眼神殿が、発動されます。まあ多分ね、まあ、邪眼神殿、あこれなんかそれここに無限紅葉を打つも全然あるよね。うん、全然あると思う。これなんかこっから展開してくれたら嬉しいなと思ってるから、2ビル打ちてえなと思ったんだこの時で。ジェットシンクロン出てきた。はい、で今これ2回目だよね。でなんかもうちょいちょっとなんかがなんか展開してくんねえかなっていう。なんかヒーターとか使ったりなんかいろいろして、これ炎属性いるからね俺の墓地一応。そしたら、確かヒーター出てくんだよね、これ。ヒーター出てきました。で、これヒーターから、うらら蘇生されて、何でしたっけ、トガ姫出てきちゃうと、ちょっとさすがにやばいよねっていう話なんですよ、これ。なんで、これ、ここは無効にせざるを得んくて打った気がする。トガ姫に打つか、まあ、ヒーターに打つかだったら、まあさすがにトガ姫墓地に置いとかない方が、フィールドとか墓地に置いとかない方がいいなと思ったんで、まあこれデッキトップ勝負にめっちゃなってるんですけどね、ちなみに俺は。ありえんデッキトップ勝負になっちゃってるんですけども、で一応、ベーゴマックス引きました。よし、よし、いける。いけるぞ。で、相手の邪眼神殿の効果が発動して、フランベルジュ。おじさんが出てきちゃって、でフランベルジョの効果でなんかエクステルが出てきてみたいな、やばいですね普通に。これアーゼウスもいませんからね、アーゼウスで全てを吹き飛ばすみたいなムーブできないんですよ、これガチでやばいです。でスネークアイエクステルの効果が発動され、さあ次のリソースグリカラ天道ガチ、あグリカラか、グリカラ天道がサーチされてやばいってなってて、でまあレベル3みたいのでオーバーレイできましたんで、一応ミッシングエクステイバーインボーカーが出ます。でミッシングエクステイバーインボーカー、ちなみに参戦の際のね起動条件満たしてるんですけど、これなんとかしてこのターンでキル取れねえかなと画策してます私今のところ。ほんでバイパー出してバイパー出してきて、まあ、バイパーでワンチャングランベルジュぶん投げろうかなみたいな、だから計画もある。でこれねもうねあのこの辺からねこんがらがってきて何をしていいか分からなくなってきてる。でドランシアの効果が発動す、を特殊召喚でドランシアの効果発動して、で一旦もう邪眼神殿爆破するのが一番いいなと思って邪眼神殿爆破しました。ほんでライカ出して、でライカの効果で自分の墓地からモンスター蘇生してドランシアだねこれ。はい、でドランシアの、下敷きを用意していくために十二支タイグリス出して、でタイグリスの効果起動するとドランシアの下に下敷きできるんで、タイグリスの効果で一応ドランシアの下にバイパーを重ねて、はい、まあ、フランベルジュはねあれなんだよね、どうやって処理するか迷って除外するか、もう自分の効果で押し込ませるかを考えてました私。これ参戦でフランベルジュパクってフランベルジュ自身をあのフランベルジュの効果で押し込むっていうなんか謎処理方法をちょっと考えてまして、でこれねアーマードエクシーズ持ってくるんじゃなかったっけな。でアーマードエクシーズは魔法カードだからすぐ打てて、でアーマードエクシーズで自分の墓地のモンスターを装備して、このダークナイトランサーの効果で相手のモンスターをパクるという動きだよ。これミスったんだよな。これ対象さ、これダークナイトランサーに間違えてしてしもうて、これ普通にさあれなんだよな、これ他のモンスターに装備してもいいから、これドランシアに装備すべきだったんだよ俺、ね、多分これなんかダークナイトランサーに装備してもうてなんか打点下がってあってなってるあってなってるこれ。
で参戦の際の効果発動しまして、相手のフィールドのモンスターのコントロールパクります。でフランベルジュをパクりました。これね、なんかうまくやったらワンキル取れたから、これ結論から言うとワンキル取れないんだよね。結論から言うとワンキル取れないのよこれ。でバトルすんじゃん。で、ダークライトランサーでぶん殴って、あ、これ一応あれだね、自分の墓地から、アーマードエクシスカードさ、回収できるんで後でやりますね多分。でこれで、リンクリボーの効果で、1がリリースされて、でリンクリボーにぶん殴りました。でこれね、これ殴った後にこれもう一回外すとラテン戻るかなと思ったんだけど、これ戻んなくて結局これワンキル取れませんでしたと。でだからフランベルジュでフランベルジュ自身を押し込むというあまりにもなんか強引ムーブで、なんとかしようとしてますね。まだ俺召喚剣使ってなかったんだこの時。はい。で、これであとは相手のデッキトップによるって感じ。はい。エクセル召喚とかされたら多分負け。まだある。さあ、あとは、で、これね、エフェクトペラあったんだよね。これ耐えてる。グリカラテントだから。グリカラテントなんで、相手の手札。なんで、これ耐えてんですよ。はい。で、リンクリボーで、まあ、ぶん殴ってくるのは別にぶん殴れないから大丈夫で。しかもなんなら、バイパー素材になってるから、あれだしね。あ、そう。あ、そうだ、これ強引に発動させていくんだ、相手。相手発動させていくんですよ、これ。これ発動したことになってるから、これ。ドランシアの効果、強制だから。このバイパーの効果、内臓のね。で、これで、グリカラ天童が特殊召喚されてしまう。やばい。めちゃくちゃな試合だ。やばいことが起きてるぜ。で、グリカラ天童がエンドフェイズになんか自分の、俺の、こっち側の墓地からモンスターを特殊召喚できるよ、みたいな。なんか好きなモンスターをね、蘇生されます。これ、すげえなかったな。これ、なんか30分ぐらいデュエルしてた、これ。30分ぐらいデュエルしてました。で、一応サラブレード引いたんで、まあ、割とね、サラブレードは強いですよね。こういうことができるしね。で、ドランシアを重ねに行きまして、で、一応ドランシア3枚入れといてよかったっすね。マジで。3枚入れといてよかったって思いましたね。で、これさっきミスったんですけど、ちゃんとドランシアに装備しました。はい。で、ドランシアの2装備されたんで、ダークナイトランサーで、パクることができたと。はい。これマジで、こちらにターン1だったから、これはまあ2回打ってもしょうがないなっていうことでバトルフェーズですね。はい。マジで危なかったな。なんか最終的に勝ったけどね、やっぱちょっと連動の甘さっていうのを痛感しましたね。はい。まあでも、デッキパワーは高い気がしたんで、誘発いっぱい積みたいって人はマジおすすめ。あー、うそー。誘発18枚入ってるんですけど、私。誘発18枚入って0枚ってことあります？どういう確率ですか？これ、コナミ君もやってますよね。悲願の秋、ありきの。やばい。ちょっとこれ、あれか、親かムーブか。うわね、出た、親かムーブだ。いやまあわかんない、全枚ガチ全枚デッキかもしれないけど、まあ多分やかんムーブ。あー、そっちのタイプのデッキか。これあれか、魔導雑貨商人でデッキの中のカード全部落とすタイプのやつね。さあ、とりあえず何が、起こるかわかりませんが、デッキの中のカードが全て墓地に送られることは確定していく。さあ、一体全体何のデッキなんだといったところは、ボルカニックバレットだと。何、ボルカニックデッキか。デッキの中のカードを無限に落とせるギミックっていくつかあるんですけど、この悲願名武もね、やっぱりこれが一番正直、なんか豪快とか60枚デッキでもいけるんで、しかも初動なんか割と悲願2種だったなんてもいいし、これがね一番ね、クソデッキの中ではいいんですけど、非常に強いんですけど。さあ、白雪の効果が発動されまして、墓地のカードをまあ除外していくというか、効果ですね。さあ、フィールドのカードもなんかもう根こそぎはしてんな。白雪にね、単位制がありませんので、これ無限に発動するやつですもんね。さあ、無限にカードが除外されて、白雪のチェーンが5になっていく。やばいですね。デッキだって墓地何枚ですか？もう27枚ですって。まだこんだけ除外して、こんな除外してまだ27枚でやべえな。あー、理解したな理解したわ。除外されている炎族モンスターの数かける500ダメージ
ンマンじゃん。